カロリーネ王女と夫のフェアディナン王子、カロリーネ・アダンマークは、デンマーク・ノルウェー王フレゼリク六世とその日で、ヘッセン・カッセル・公使カールの娘、マリーの間に生まれた次女、父の重帝フェアディナン王子に嫁いだ。福が1848年から1863年まで、デンマーク王位の推定相続人だった間、四次王子の日の称号で呼ばれていた。カロリーネは、両親の大後、 次女としてコッペンハーゲンのクリスチャンスボー宮殿で生まれた。父は精神以上の祖父クリスチャン七世の摂政を1784年から務め1808年に王位を継承している。彼女より先に生まれていたケイ氏は生まれてすぐ死んでいったためカロリーネの誕生と成長は国民に非常に喜ばれた。カロリーネが生まれて間もなく クリスチャンスボウ宮殿が火事で焼け落ちたため、彼女は両親と一緒にあまり炎坊宮殿で育った。カロリーネは父フレゼリク6世と非常に仲が良かったと言われる。カロリーネは幅広い教育を受けたが高度というわけではなかった。彼女には秀でた知性もなく、容姿もパッとしなかった。不王には生育した息子がなく、カロリーネと妹のビルヘルミーネはサリカ法の存在の、 ため王位を継承できなかった。しかしカロリーネは国王の一番上の娘として結婚するまでは公的な称号ではないが王太子の称号で呼ばれていた。カロリーネには何度か縁談があったがいずれも実現に至らなかった。1810年フランス皇帝ナポレオン一世はスウェーデンの王位継承者に指名されたアウグステンブルク家のカール・アウグストとカロリーネの結婚を提案した。 今日は、不賛成ながらも、縁談を進めたが、結局カール・アウグストの突然死のため縁談自体が流れた。また、イギリスをジョージ三世の三男クラレンス公、ウィリアムとの縁談も、不成立となり、1812年には、母マリア王妃の末弟のヘッセンカスセル公師、クリスティアンと婚約したが、クリスティアンとは1814年に死別した。1829年8月1日、 35歳になっていたカロリーネは、父の重邸にあたるフェアディナン王子とフレゼリクスボを、宮殿で結婚した。この結婚は、デンマーク王家内の本家と文家を結びつけるための政略結婚であった。カロリーネと夫フェアディナンの間に子供はできなかった。結婚後、カロリーネが王太子と呼ばれることはなくなった。1830年、カロリーネは大やけどを負い、 容姿を著しく損なった。彼女が髪につけていた飾りに火が燃え移り、カロリーネの髪とか、顔のやけどの跡は生涯残った。カロリーネは鏡を見るたび、これほどひどい容姿になっても、友人たちが彼女を見るのを避けないでいてくれることに、非常に感謝していたと言われる。1858年、カロリーネは、再び同様の事故でやけどを負っている。 義系の国王クリスチャン8世が1848年に亡くなり、その一人息子フレゼリク7世が即位すると、カロリーネの夫フェアディナンが、息子も弟もいない新王の推定相続人となり、四次王子の称号を与えられた。これに伴い、妻のカロリーネも四次王子の日の称号を与えられた。しかし夫は、フレゼリク7世の死の直前に死んだため、カロリーネは、 デンマーク王妃にはなれなかった。1848年以後カロリーネは、夫と共にフォー、父王フレゼリク6世が改築したベアンストーフ宮殿で暮らしたが、宮廷では何の役割も果たさなかった。カロリーネは、夫との静かで落ち着いた暮らしを好み、夫の浮気癖や借金にも目をつぶった。1839年に父王が死ぬと、カロリーネは、父の思い出にこだわり、 宮廷から遠ざかっていた。夫は、宮廷でオいフレゼリクのナセイの妻、ルイーセラ・スムセンの付き添い役を務めたが、カロリーネ自身は国王ともその妻とも疎遠だった。1853年、コッペンハーゲンで、これらが発生した時、カロリーネと夫フェアディナンは、王家の他の人々と違い首都を離れなかったため、国民から大いに尊敬を集めた。カロリーネは熱心な愛国者で、 デンマークが最上の国なので外国に行く理由などないというのが口癖だった。未亡人になった後、カロリーネは夫の作った釈剤の返済に追われながら孤独な寄生を送った。晩年になると耳も聞こえなくなった。1881年、カロリーネはコッペンハーゲンで死んだ。ありがとうございます。